シルディサイババは別名、シルディのサイババと言われた、インドの霊的指導者。身長189センチメートル。なお、シルディサイババの正確な発音は、シルディサイバーバーである。若き日のサイババサイババは、ヒンドゥーのヨーガ行者イスラームの修行像つまりファキールであり、没後も、数多くのイスラーム教徒、ヒンドゥー教徒から聖者として崇められている。 ヒンドゥー教徒の中には、シルディサイ・ババを、シバヤ・ダッター・トレイヤー、または、カビールの生まれ変わりであると信じている者もおり、真の霊性の主として広く信仰されている。サー・イー・バーバーという名は、イスラーム文化とインド文化が混合した呼称である。サー・イーは、ペルシャ語で、聖なる者、聖者を表し、通常、イスラム教の苦行者を意味する。また、バーバは、 インド語圏で、父を示す。二つの信仰が一人の聖者によって融合し、サー・イー・バーバーイコール聖なる父という名称が生まれる。サイ・ババは、マハーラーシュトラの町外れのシルディという村で生まれたが、16歳になるまでの人生は謎に満ちており、多数の仮説、推測が定義されている。盗みを働いた男が、警察に捕まった。 男は腹いせに、あいつに言われてやったんだと、サイババの名を挙げる。サイババはすでに名が知られていた。無論、警察は信じない。しかし冗談まじりに、もちろん嘘ですよね、と聞きに行く。サイババは言う。そうだ、私に言われてやったのだ。すべての人は、神のおぼしめしで行動しているのだから。この一言により、サイババは、神の化身とあがめられるようになった。 ありがとうございます。